曲目からもらっていきましょう。犬系男子が世界を吐く。これはまさにアイドル日和だ。みんなに質問してもいいかな。犬系男子は好きですか。ここにいるみんなの声が聞きたいな。どうしたってなりたいよ。生ワの本気は把握パピオン押してください。装飾系男子肉食系男子世の中過去代わり僕たちを見逃さないで。 Yeah! 楽しんじゃおう。 Take you, take you 連れて行くよ。レミレミついてきてね。世界丸ごと把握しちゃうよ。どうしたってなりたいよ。生ファの本人は把握パピオン押してください。どうしたってなりたいよ。生ワの本気はみんなみんな把握しちゃうよ。テクテク連れて行くよ。レミレミついてきてね。世界丸ごと把握しちゃうよ。どうしたってなりたいよ。生ワの本気は把握パピオン押してください。僕は知っているから。お花みたいな笑顔また咲かせてほしいな。小さな手を取ってそっとつなぐよ。月々と君の胸つつく声さえときめきに変わるくらい大きな声で届くように歌うから。ドキドキテンション上げて高まる思いぶつけて君と僕だけの宝を。
悲しくなった時はこの歌を思い出して、会えない時も心は繋がってるよ。君のお願い事は僕が叶えてあげる。大切な1ページ一緒にめくろう。ジメジメの葉の空も晴れるぐらいに、ときめきの歌を今大きな声で届くように歌うから、ドキドキテンション上げて、高まる想いぶつけて、君とおだけのラブストーリー。ああ、君が恋した僕、ああ、ずっと変わらない、守るよ俺はマイプリンセス。ドキドキ伝わってるよ、ドキドキ照れる仕草も全部君だけが大好き。僕だけの宝物。ああ、君と出会えたこと、ああ、僕は忘れない、守るよおそろいの時間。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、SUB 東京さんにお越しくださり、お越しの皆さん、はじめまして、僕たちハックパピヨンです。よろしくお願いします。はい、ということで、本日はスパノバーウィークエンドお越しくださりありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、レンレンから自己紹介お願いします。はい、ハックパピヨンオレンジ担当レンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ハックパピヨン黄色の千葉バ担当ヨマです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、SUB 東京さん、先月ぶりかな、まあ、そうだね、久しぶりのライブになるんですけど、めっちゃピカピカしてるね大丈夫そう治んないそんなピカピカ光ったまんまで大丈夫なんですけどはい、ということで、昨日ね、はい、無線単独ライブやらせてもらって、そうだね、昨日もうだね、昨日もね、最近多いよね、最近ね、今月2回目だったんですけど、そろそろまた来週あたり入るのかな、なあね、わかんないですけど、週1ぐらいでやるよね、来週あんの、わかんない、まだあるんですか、あるんですか、わかんないですけど、まあ、じゃあ後で聞いてみましょう。はい何かありますか、話したいこと。話したいこと、なんか前髪切ったんだよっていう話ぐらいかな。誰？自分で。自分で？そう。本当の身近でしょ？前かぶってたじゃん。っていう本当にどうでもいい話。ただの自己満。なるほどね。めっちゃ長かったもんね。本当に切りたかった。もう汗かくと思うね。ね、目かかれてたもん。やばいよね。やばかったね。ワックスどれだけ固めてもね、すぐ落ちちゃう。汗めっちゃかくんでね。はい、ということであと2曲あるんですけど、はい、一緒に盛り上げていきましょう。次なんだっけ。山が振り付けした曲だね。あ、そうだ、ごめんなさい。じゃあ次の曲聴いてください。君のフィルター。ガチで恋しちゃった、奪われたんだ、カットもなんかなくても漏れてる君は、気まぐれでハチャメチャ振り回される、そんなところを好きで好きで許せちゃう、まるで魔法みたいな効果、もっともっともってこ世界、キキキリのフィルター、キキキリのフィルター、としか見えないフィルター、キキキミのフィルター、
君のフィルター、俺は君へだけの恋のフィルター。二人の思い出もいつか色褪せてしまうかな。でももう引き返すわけないじゃない。暗闇辛い時も構わずフラッシュでも追っていこう。チャンス狙ってときめきシャッターチャンス。まるで夢みたいな出会い、もっともっと押してこ世界。キキキミのフィルター、キキキミのフィルター、これは僕にしか見れないフィルター。キキキミのフィルター、キキキミのフィルター、これは君へだけの恋のフィルター。なんだよ、キキキミだけなんだよ、特別な気持ち抱いてるんだ。キキキミのフィルター、キキキミのフィルター、好きだからフィルターかかるんです。キキキミのフィルター、キキキミのフィルター、こういう風に見えないフィルター。キキキミのフィルター、僕のキキキミのフィルター、これは君へだけの恋のフィルター。風が季節を変えたら、その心もこの街も僕らが把握しちゃうよ。雨が降ってても尻尾を振ってゆこう。涙なんて似合わない、めくるめく useful days。 くるくる回る地球の上、人と夢の交差点。離れない離さない、祈りをつけて今キャリオンキャリア。他の生きてるこの世界でずっといつまでも君だけを見てるよ。そのキャリオンキャリア、君がもしもよそ見をしてたら、優しい誰かに勝てもらうから。曇り空晴れて顔を近づけて、その香りもその呼吸も大好きな useful days。 くるくる回る世界の中、愛の爆弾の導火線、愛情爆発キュッと抱きしめて今のキャリオンキャリア。僕らの生きてるこの世界でずっとどこまでも君となら笑える。そのキャリオンキャリア、君がもしも夜明け見込んでたら、いつまでも隣で寄り添ってあげる。だったってか大変だよ、だったってか高まる想いが僕の中でボンボン弾けたよ。今キャリオンキャリア、僕
らの生きてるこの世界でずっといつまでも君だけを見てるよ。 So carry on carry on。 君がもしもよそ見をしてたら、優しい誰かに立てもらうから、はい、ありがとうございます。はい、ということで次回のライブの告知させてください。はい、次回は6月じゃなくて7月12日、はい、2B1 の天音くんの生誕祭が、キャメロットで、はい、渋谷のキャメロットさんで行われます。めちゃめちゃ楽しみだね。そうだ、キャメロットさん2回目だよ。2回目でこの前のゼロセブンさんのね、スライブ以来なので、ちょっとこの前はちょっとね、トラブルがあって、あとなんか雰囲気がちょっと他の会場と違って ね薄暗くてちょっと怖かった、怖かったねちょっと外でもね、俺はうろちょろしててね、ちょっとやばい集団って、ね、多分やばかったよね、多分10分前にやっと入り口が分からずね他の演者さんについていたって感じなんですけど、ここですね、12日に行われますので、はい、よかったら遊びに来てください。お待ちしてます。はい、ということで、あとね、何ですか、僕たち1周年ライブがね、8月16日、ちょうどデビュー日なんですよ、8月16日が、うん、1年経つので、おめでとうございます。音が大きくなった、ね、新宿ボーリーさんで、やらせていただきますので、はい、チケットまだ販売してないか、7月あ、違う、8月か詳細とかまだ出てないんですけど、日程だけ決まってますのでよろしくお願いします。はい、ね、はい、ということで本日お越しくださりありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、僕たちハックパピヨンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。打ち上げろ、打ち上げろ、yeah!
高く高く舞い上がれ my soul。 常識もお決まりの感覚も壊して今未来へ走り出せ、hey! 上がって go my way、yeah! お気に入りだった脱ぎ捨て起こせ大革命を for myself。 上げていこうぜ Fly ball revolutionフライボールレボリューションとは、それまで常識であったゴロを打てという打撃理論を覆し、フライボールでという革命。ボールの下を叩き、ある一定の打球速度と角度が上がればホームランはもちろん、ヒットの確率は8割以上。さあ常識を疑え、お前の人生に今革命を起こせ。さあぶち上げろ、ぶち上げろ、高く高く舞い上がれ my soul。常識もお決まりの感覚も壊して今未来へ走り出せ、hey! 上がってこまで、yeah! ギリギリだったを振る見せ起こせ大革命を For my sake 上げていこうぜ Fly ball revolution 上げていこうぜ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 絶対直球勝負だ最後はストレートだから Going ファーストへ仕事で Going 最終勝負勝利外角いっぱい8-4-4先のミート目がけて投げ込みます絶対直球勝負だ、hey!
絶対直球勝負たい、はい、ピッチャービビってる、 hey, hey, hey! ピッチャービビってる、 hey, hey, hey! ビビってる、 hey! ビビってる、 hey! ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、目覚めの悪い月曜日、二方の夢覚めたら現実、ホーム今人だかり、もみくちゃにされ会社急ぐ、ケーキはナックルボール、ゆらゆら揺れながら落ちる、それでも狙えホームラン、かっ飛ばせオレンジ、かっ飛ばせいこう、今頑張っていこう、それ試合開始の再現を、ボケボケ走れがむしゃらに、君のライダーはいない、カットバスで蹴飛ばしてスタンドへ、無駄だけわからないさ、バカにされてもいい、オリジナルフォームで、yeah! 君だけの人生を進め、君だけの人生を進め、理不尽上司に怒られた、髪はみねじねじうるさいな、追い込まれてつなし、全然タイミングつかめてなし、カーブにの三振、ワンバンキャッチャーこぼしてダッシュ、振り逃げラッキー、ラッキー、苦手なピッチャーだって思う、負けるな狙い球絞れ、ホテルヒットをライト前へ、カットもせカット飛ばしていこう、今頑張っていこう、それ試合開始の再現を、ボケボケの泥も走れがむしゃらに、君のライダーはいない、カット飛ばしていけ、飛ばすスタンドへ、無駄だけわからないさ、バカにされオリジナルフォームで、君だけの人生を進め、君だけの人生を進め、ビッチャービビってる、hey, hey, hey! ビッチャービビってる、hey, hey, hey! ビビってる、hey! ビビってる、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、人生生きていれば辛いことだってあるやんな、でもそんな時はって笑ったら全部吹き飛ぶんや、また明日からも頑張っていこうな、そうだか飛ばしていこう、今頑張っていこう、それ試合開始のサイレンを、ボテボテの頃も走れがむしゃらに、君の代打はいない、スタンドへ、無駄だけわからないさ、バカにされてもいい、オリジナルフォームで、君だけの人生を進め、君だけの人生を進め、ビッチャービビってる、hey, hey, hey! ビッチャービビってる、hey, hey, hey! ビビってる、hey! ビビってる、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、カットバセ俺たちドゥンドゥンね、ありがとうございます、でもねドゥンね、はい、やりきったやりきった、大事だよねドゥンね、やりきった、そうだね、ありがとうございます、ファンタジー野球コンセプトの免罪とグループプレイボーイズ、よろ
ろしくお願いします。すごい初めてじゃないこんな話でもねでもね、はい、口パクじゃないっていうのはバレた。そうだねバレたよな。ちゃんと歌ってるの証明できましたか。ちゃんと歌ってるってね。いやナイスでした。いやそんな思ってないんじゃないかな。思ってないか、はい、思ってないですか。こんだけ汗かいてて口パクだったんだこいつなんか思ってない何をやってんだって感じですよね口パクだったらね本当ですよ、はい、あびっくり。気を取り直しまして、はい、気を取り直して、はい、告知の方させてください、はい、その前に自己紹介とかしてみますか。そうですね。ちょっと俺もテンパっちゃう。そうです。自己紹介そう一応してないから。はい、いきます。あなたの心にホームラン、紫担当ともやです。よろしくお願いします。はい、ともや。はい、プレイボーイズのオールラウンダーオレンジ担当ヒデです。よろしくお願いします。ヒデ。はい、青色担当オレンジです。皆さん一緒にスイスイってやってください。せーの、スイスイ。完璧。あなたのハートにストライク、黄色担当シズヤです。よろしくお願いします。シズヤ。シャー。はい、というわけでですね、ちょっと気を取り直してちょっと、はいはい、あの告知の方ね。はい、そうですね。あれですね、昨日あのツイッターで公式ツイッターの方から上がったんですけど、はいはい、あの新たに仲間が加わったんで、はい、紹介お願いします。紹介お願いします。紹介今回は2人連れてきました、はい、じゃーん。名前がないからね、プレイボーイズ公式マスコットキャラクター爆誕生。これ2種類あるんですよね、はい、白ユニと。でもドイツ人物。そうですね、ユニフォームが違うのと、そうコスチュームが違うだけで帽子かぶってる。1匹しかいないよと。そう、1匹しかおらん。これの1パターン、2パターン目みたいな感じ。そうですね。で、漢字の名前がないんでね、はい、あの公式プレイボーイズの公式ツイッターの方に、はい、あの名前を募集してるんで、はい、どしどし。なんかあの誰かに似てるからその人の名前入れちゃうとか。そうですよ。誰かに取る？絶対ダメだよ。これいや分かんないよ。分かんないけど僕個人的には全然悪意とかなく、これはシンプルに監督に似てるよね。大丈夫、みんな思ってる。似てるよ。やばい。似てるよね。いや別に意識したとか多分ないんじゃない？ないけど。たまたま似ちゃった。やっぱりキャラクターって丸い方が可愛いじゃん。そうそう、マスコットっぽい。なんか丸い。あんまり言わんとこか。あんまり言わんとこ。なんでこちらの、キャラクターの名前を、公式のツイッターの方に、はい、DM の方にね、はい、どしどし送ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの僕たちには分からないのでね、皆さんが送ったってこと。あ、そうだね。あ、そうです、はい、匿名で僕らやるんでね。そうです、よろしくお願いします。だから DM 公式の方に送ってもらえるとね、はい、誰が送ったって分からずに。そうですね、はい、じゃあそれでは運営のみぞ知るということで。え、音源大丈夫？大丈夫そうなんで、では行きますか。気を取り直して、それでは聞いてください。ミスターグリーンライト。ヘミスターグリーンライト、ヘミスターグリーンライト、やってやれ。スタートはイエーイ、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 自分次第最高ぜ。ヘミスターグリーンライト、ヘミスターグリーンライト、明日も明後日もイエーイ、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 次のね。曇りのち晴れ横のサンデー、いつもより早く目が覚めて、ユニフォーム着替え飛び出す家からグランドウェイ、鼓動が高くバンドしちゃって、抑えられないこの気持ちが今君に向かって走り始めているんだよ。ただ立って初めからできることなんて諦めない心が僕を強くする。ああもうダメだ、なんて浮気だろう、さよなら。一人じゃない、その場所に立つのね。ヘミスターグリーンライト、ヘミスターグリーンライト、やってやれ。スタートはイエーイ、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 自分次第最高ぜ。
めない心が僕を強くする。ああもうダメだ、なんて脇な僕さよなら、一人じゃないその場所に立つまで。 Hit me the green light、 Hit me the green light、 するだとは言え、次の曲でラストになります。皆さん盛り上がる準備できてますか？ Yeah! もっともっと盛り上がる準備できてますか？ Yeah! Yeah! 人数関係ないぞ、盛り上がる準備できてますか？ Yeah! OK、ラストいきましょう。ダイビングキャッチ、ダイビングキャッチ、届かないようで届くような距離で、思い切って手を伸ばして飛び込む、この絶対キャッチして、君へと届けたい、ダダダダイビングキャッチ。バスター相手をシャットアップ、序盤ライナー難しい打球なんでもバッチコーバッチコイ、カカカキカカカキ、逆進かスローインか、アップアップってシュッと投げて、残念すぎる手つきで、組んでもが孤独だけど一人じゃない仲間がいる、抜かせないよ、受け止めるよ、もう勝負的にジャンプ、届かない信じてえぐる内角ファストボール、信じらずしカットボール、ネスマスゲットアウト、カカカキカカカキ、全身感を上ピースをアウパッドでシュッと投げて、チャンスはもう終わりです。抜けそうなシチュエーションガラッとプレイで変えてやれ、離れないよ、離さないよ、もう衝動的にジャンプ、遠く遠く感じてる夢で届かないよ、手を伸ばしてみなきゃ、この夢絶対キャッチして君へと届けたい、強く強く感じてる想いを、明日は残念めがけ今日も投げる、この想い絶対キャッチして気持ちを伝えたい、ワン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 、誰もが孤独だけど一人じゃない仲間がいる、抜かせないよ、受け止めるよ、もう衝動的にジャンプ、届かないようで届くような距離で、思い切って手を伸ばして飛び込む、この打球絶対キャッチして君へと届けたい、掴めそうへ掴めない
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トラブルの中最後までねライブ見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、再度プレイボーイズからちょっと告知をさせてください。はいはい、何度目になるかな。あ、はい大丈夫ですか。頑張れ。出てます。頑張れ。はい、ぐちゃぐちゃになる。はい、プレイボーイズ1周年ワンマン記念ツアー開催決定、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、プレイボーイズ、4月の22日で、1周年を迎えるということで、1周年記念お祭らを開催します。その予定をお願いします。はい、はい、まず東京公演が7月の24日日曜日、五反田 G4 さんと、はい、名古屋公演が7月の31日の日曜日、VS 東海ホールさんで行います。はい、ありがとうございます。はい、はい、もうこちらね、たくさんなんていうんですか、告知させていただいて、もうみんなの方が言えるんじゃないかっていうぐらいだと思うんですけど、そうですね、本当にね、この2日間すごいすごい大事にしたいので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しく思います。はい、そして東京公演の方が、チケットが残りわずかということで、はい、そうですね、はい、完売にしたいですね。そうですね、はい、僕たち頑張るので、ぜひぜひね、お友達とか誘っていただいて、一緒に、ね、プレイボーイズを盛り上げていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてプレイボーイズはこの後、平行で物販が、はい、並行で物販があります。はい、初回の方は写真が1枚無料で撮れます。いつも来てくれる方も大歓迎です。この後、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、します。それでは以上、僕たちプレイボーイズでした。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。皆さん手拍子お願いします。もうやめた、もうやめた、全部恋のせいにして、勉強もバイトも手につかないよ。だからもうやめた、もうやめた、のせいにして今何してるの、離れないよ。どんな景色も色づき始める、晴れた日でも雨の日でも日々日和、会いたいずっとずっと君なんて、そばでもっともっと笑って、君を守る権利、それは僕のものさ。もういいよ、朝と夜の隠れも
幸せを見つけて、そっとパズルのピース埋めるように、二人だけの幸せを探しに行こう。会いたい、ずっとずっと会いたいよ、10年後も100年後も、どんな世界でも君といれたら、何もない僕だけどきっと強くなれる気がするんだ、世界一の愛を今違うよ。会いたい、ずっとずっと気になって、そばでもっともっと笑って、君を守る権利、それは僕のものさ、たとえ涙が止まらなくて、どうしようもない時でも、小さな袖で引いて、明日も君日和。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでサブ東京にお越しの皆さん、こんにちは。僕たちが 2B1 です。よろしくお願いします。はい、それでは右側から自己紹介お願いします。はい、2B1 は青色担当、月の瀬風です。よろしくお願いします。はい、ふーちゃん。はい、また冷房切り忘れました。赤色担当、ゆずいせなです。はい、せな。はい、2B1 は紫色担当、あまねです。よろしくお願いします。はい、あまね。はい、ということで前回実はちょっと MC したかったことがあって、あの、ね、七夕のお願いと聞こうと思ったんだけど、あの前回めちゃくちゃ押してたの。そうだね、なんかもうなんか10分押しみたいな。そう、なんかスタートの方なのに10分押しぐらいだったから、ちょっと今日聞いていこうかなって思って、今更なんだけど。確かに。うわ、どうですか、七夕何なんかやりました、願い事。やってないです。やってないんかい。やってないんかい。やってないんかい。前回さ、七夕の願い事聞くねって一応あの話したの。あ、でもちゃんと一応ね、考えたのはあって。あ、じゃあ、なんですか。考えたの、全然あのしょうもないことなんだけど、うん、あの今髪色なんだけど、あ、そう、そう、あの前金髪にした、イメチェンしたって言ったじゃん、その時の、うん、もうずっとオーダーがあの白に抜いてくださいって言ってるのに全然抜けないから、はいはい、3回ぐらい抜けないの。3回ぐらい 金髪に終わることが多くて、あ、でブリーチをして抜け切らないってことね。抜け切らなくて、うん、それをもう本当に次こそは白にしたいっていう。そうさ、それむしろさ、お金だけ払ってさ、髪色変わんないってちょっとあれじゃない。別に風の問題っていうか美容師さんの問題じゃない。どうなんだろうね、あの普通に俺の髪質がダメなのかなと思って、手にお願いをした。それをなんとかするのが美容師じゃない。知らないけど、わかんないけど。あ、でもなんかね、僕もね、でもやっぱり金な白っぽくするの、僕白っぽくすること結構あるんですけど、うん、なんか結局なんか紫混ぜたり、なんかブリーチだけじゃないんだよね、なんかダブルカラーとかして、うん、なんかちょっとおすすめの美容師教えるわ。ちょっと本当に、うん、頼むわ。はい、なんかセラーあります。うわー、まだ時間あるんですか。まだ時間あるんですか、これ。飛ばしましょう、飛ばしましょう。え、なに。なんでその風で乗り、本当にしょうもない願いしかしてないんですよ。なんで。じゃあ次飛ばしましょう。え、俺だけ。いや、なんかね、セナが風に頼りきりだから。え、やだな、ちょっと。じゃあ次の曲頑張ってくださいね、セナ君。お願いしますね。お願いします。はい、聴いてください。晴れのち曇りのち晴れ。で飛び起きた朝、カラッと晴れた今日は、何を着てお出かけしようかな。いつもと違う濃いメイクスティック、髪はくるくる春で、君は気づいてくれるかな。心が踊るワクワク、ちょっとスキップしてみたい。カメラにピース、ウキウキ、バッチリ今日は決まってる。目の前あの蒸気、照れくさくて言えないけど、誰よりも大好きさ、この想いが君と
れるそわそわ楽しむのはこれからだ目の前だとやっぱり照れくさくて目をそらすけど感情募る遠い心言葉にして君に伝えたいよ目の前だと上品に照れくさくて言えなかったけど君に会えてよかった溢れるほどの光をそうさ僕はいつでも TOBE は緊急事態発令中 TOBE ニューノーマル最後まで離さないもう一度叫ぼう僕らの名前を TOBE はワンワン吠えて覚えてねはい今から僕たちがワンワン TOBE ワンというふうにやるので皆さんも決めないと思ってワンワンワンと真似して踊ってくださいお願いしますはいせーのワンワンツービーワンワンワンツービーワンワンワンツービーワン僕らは4人でツービーワン僕らと共に人生歩もう全力集中諦めず進めそうさえいえ僕らはツービーツービーツービーワン緊急事態発令中トゥービートゥービーオンリーワン僕らが信じるには怖くない胸に秘めた思いを隠さずに吠えろトゥービートゥービートゥービーワン世界で一番愛してるワンワントゥービーワンワンワントゥービーワンワンワン
ワン僕らは4人で2B1 名前を覚えて 2B1。 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上僕たちのライブ終了となりますが、この後の特定会の情報まずはお願いします。この後僕たち並行物販になっております。食の方的1枚無料です。本日の動員特典は社名1枚になってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次のライブなんですけども、12日ですね、僕の生誕祭がありますので、よければ遊びに来てください。きっといいライブにできると思いますので、ですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上僕たちが 2B1 でした。ありがとうございました。